選抜先発は阪神タイガースの湯船でした。初回2番の中村 NTT 東京がフォアボール、ランナー1塁で3番の谷、左中間に痛烈なツーベースヒット。これで1塁ランナー中村が帰ります。まず阿南が1点を先制します。 2回に1点を加えてさらに4回、プロ2番手昨年のセリーグ新人王カープ山内から4番の松中がツーベースヒットです。いや、この辺まで、この辺までね、あの金属バットのね、威力を見せつけましたよね。そうですね、はい、続く5番プリンスホテル佐藤ですが、山内のストレート、まあ、左中間へ、まあ、国際大会ではね、はい、こういうタイミングのこう取れないね、非常にこの難しいタイプのピッチャーがねいますんですけどね、センター中心にね、非常にあのいい高打を放ちましたね、はい、なんと4対0、4点リードします。しかしプロにも意地があります。4回に1点を返し、さらに5回、ヒット2本でワンアウト2塁3塁で3番のカープ野村、これがラッキーなヒットになります。2人が帰って4対3、1点差に追い上げます。しかしその後すぐ6回、大栄の秀和から期待の青学大井口がレフト前ヒットを打ちます。アマチュアの方もね、1点差にこう追い上げられてね、はい、しかしこうあの今日は勝つぞというね、この試合にかける意気込みはね、この辺で出てきましたね。そして2アウト1塁で日本生命福留です。この当たりフェンス当たります。そして一塁ランナーの井口が快走、ホームを奪います。2点取られた後5対3、1点引き離します。まあ、いくらかね、少しこう、最初の打席は突っ込み気味だったんですけどね、インタビューですね、まあ、高いボールをね、打てるようにっていうのを一番のテーマに置いてやってるんで、まあ、向こうの配球も見てても変化球ほとんどなかったですから、まあ、まっすぐで僕にはまあいい勉強になったんじゃないかなと思いますけど。さらに8回にも井口のスリーベースヒットを口火に1点を加えたオリンピック代表候補が6対3でプロ選抜を破っています。こちら小野ですけれども、ね、はい、2-3 から変化球で、今までね、川島監督がね期待しているにもかかわらずですね、はい、こう結果を出してくれなかった、非常にいい素材なんですけどね、はい、それがね今日のこの大事な試合でね、その自分の思うところをね、存分いいところを出してくれましたね、はい、そして3番手のこれが川上なんですが、いいピッチングしましたね。これもあのストレートに力ありますしね、はい、そして縦の変化といいますか、フォークボールもね決まりますし、これ欠かせないこの若い戦力になりますね、はい。